今日は再会という曲を弾いてみます。指替え、指くぐり、調整を理解してフレーズを豊かに、手首の力を抜く脱力がピアノ上達の鍵になります。音のダイナミクスをつけてペダルの踏み替え、多彩な奏法も少しずつ身につきます。楽譜を目で追う作業は考える能力をもちろん養います。自分で考えてどのように表現したいか、自分で考えさせるということを習慣づけるとピアノはもっともっと上達すると思います。再開。ピアノ上達には自分で考えるという能力、技術が大切になってきます。どのように表現したいか質問し、問いかけ、曲に応じた奏法ができる、これもとっても大切なことです。今日も楽しいお稽古でした。子どもたちも夏場はお外で遊んだり、なかなか家で練習する時間がない、集中力がなくなる、いろんなデメリットもありますが、少しずつドレミの音名で歌いながら弾いてみてください。ドレミの1、ヘ音記号の1、打鍵の1、椅子のポジション、少しずつ定着することでピアノの表現力は身につきます。ドレミの1、独譜力がつけば多彩な奏法、楽譜がなくても弾くことができます。簡単な曲なら楽譜がなくてもアレンジしたり、いろんな奏法で弾けるようになります。まずはドレミの1を覚えて、和音の展開、コードネームの仕組み、コード奏で弾けるともっともっと演奏の幅は広がります。それでは明日も楽しいお稽古です。無理をしないで、自分のできることは何か、どうやったらもっともっとピアノを弾いてみたい、もっと好きになるか、それは答えはここにあります。弾きたい曲を弾かせてあげること、調整を理解して難しい曲はコードで弾いてみる、いろんな創意工夫をしてみることも大切です。ヘ音記号が難しいときは和音やコードで考えてみましょう。曲にコード付けができる、曲の解釈アナリーゼができるということも大きな武器になります。再開でした。それでは明日もまた。 YouTube およびご入会キャンペーンも随時受けたまっております。おっちゃめでいったずら音符姫は誰？はーい、再会でした。
バイバイ。